あーいいね。これは早いわ。まあまあ便利だよね。今日紹介するのはね、これです。じゃじゃーん。ちょっとしたね、工具なんですが、はい、何に使うかというと、これあのターンバックルのね、アジャスターを電動ドライバーで回せるようにした工具です。はい、僕はねラジコンのキットとか組むときに結構苦手な作業がね、このターンバックルの組み立てなんですが、まあ最近はね、あのターンバックル回すアジャスターレンチとかもあるので、まあそれを使ってたんですが、まあ僕はね物草なんでね、ちょっとこれ電動ドライバーで回したら結構楽になるんじゃないかなと常々思ってて、まあちょっとね知り合いに 3D プリンターでねこんな感じの工具を作ってもらって、まあちょっと早速ねこれをちょっと使ってね、ターンバックルを組み立ててみたいと思います。今回はねタミヤさんのこのオープンタイプ 5mm 強化アジャスター、これを使ってねちょっとターンバックルを組み立てていきたいと思います。まあ一応この工具はね、このアジャスターに基本的にフィットするように作られてます。はい、この工具はねこんな感じで、片方がね六角の軸になってて、まあこれがよくある 6.35mm の六角軸になってるので、最近ねよくホームセンターなんかでも売ってるこのくらいのね電動ドライバーにすっぽりはまるようになってます。はい、これでまあ電動ドライバーならね正転逆転と両方できるようになってます。電ドラにねレンチをセットして、この先っぽにねこのアジャスターがすっぽり入るようになってるので、はい、これ差し込みますと。はい、でこっちのねターンバックルレンチの方の、まあまず先にねこっちの溝が入ってる正ネジの方行きましょうか。こっちをターンバックルレンチで固定して、はい、こうやってセットして、まあなるべくまっすぐ向けておいて、はい、じゃあ正回転。はい、こんな感じでね割と簡単に入るんじゃないかなと思います。はい、こっちはね逆ネジになってるので、まあこれもまたまっすぐ入れて、今度はね逆回転、逆回転させれば、はい、こんな感じでね割と簡単にターンバックルがね完成するという感じで、はい、このねレンドラ対応アジャスターレンチなんですが、もうとりあえず基本的にはこのタミヤのねオープンタイプ 5mm 強化アジャスター、これにジャストフィットするようにちょっと寸法を調整してもらってます。奥まで入って、ここのね割と軸ブレも少ないという仕様ですね。はい、で対応的にはタミヤのこのオープンタイプの他には、このタミヤの旧型、このね穴が開いてないタイプのレンチの方も、これはね向きがあるんですが、奥まで入る方、このね印の方にこの頭が来るようにして入れてもらえれば奥まで入ると。逆だとねちょっと途中で止まっちゃうので、こっちの奥まで入る方で使っていただければ、この旧型のねタミヤのアジャスターも使えるよという仕様です。タミヤの新旧は OK ってことで、他社のアジャスターだとこれはねインフィニティ IF14 とかね IF14-2 のアジャスターですが、これもすっぽり入るんでね、はい、インフィニティは対応 OK です。これは X-ray のアジャスター、あ、これも大丈夫ですね。 X-ray も OK と。はい、でねこのヨコモさんのね BDK とかね YD2 とかこの辺のアジャスターはちょっと問題があって、向きによってはなんか傾いちゃうって感じですね。こっち向きだと奥まではいかないですが、一応まっすぐは入ってるんで、まあ使えるけどあんまり推奨じゃないかな。ちょっと差し込みが浅いんですよね。はい、なのでね対応アジャスターはタミヤ旧型、インフィニティ、X-ray、これに関してはね僕の方で確認取れてますと。こんな感じでね電ドラ対応のねアジャスターレンチ、いやなかなかね個人的には結構便利な道具じゃないかなと思ってます。でまあ色はね好みの問題もあるので、まあ僕はシルバーが好きなんでシルバーを作ってもらって、まあちょっとこっちのねゴージャス感のあるゴールドも作ってもらいました。はい、このレンチね一応電ドラだと結構便利だなというつもりで作ったんですが、これはねダイソーで買ってきたね200円のねラチェットドライバーなんですが、まあこれもねちょうど六角なんで、まあ結構これはこれで割と作業は楽になるんじゃないでしょうか。
まあでもせっかくなんでね、まあできればデンドラに使ってほしいなという感じです。まあやっぱこっちの方が楽ですよね。はい、そんな感じでね、このデンドラ対応アジャスタレンチ、まあ僕が使ってみてかなり便利だったので、まあ他にもね使いたい人いるんじゃないかということで、ちょっとね知り合いに作ってもらって、ちょっとねこれを1500円くらいで販売しようかなって思っております。はい、このアジャスタレンチね、とりあえずホットラップ店長に1個サンプルを渡して今ねちょっと試してもらってます。超便利これ、割と便利だよね。すごい、そう、逆ネジだと逆に回してもらえれば、そう、まあこれタミヤとねインフィニティにも使えるんでね、まあ店長にはちょうどいいんじゃないでしょうか。タミヤのね古いあの穴が開いてない電池にも使えるんで、まあタミヤの、ね、これはいいね。でしょ、早い、タミヤ使えたもんね。そう、これも便利だったけど、そう、これ最後にちょちょっと使える。ああ、そう、長さ調整はそれでね。ああ、いいね。これは早いわ。まあまあ便利だよね。まあキット組むときには多分本数つけるんでね、かなり便利になるんじゃないかなと思います。これはいいね、本当に。インフィニティのやつも入るの？入る入る。おお。インフィニティバッチリです。これすごいわ。まあ、最初だけ手で入れて、まっすぐ入れた後はデンドラで、これは早い。はい、なかなかのね便利グッズができて、ホットラップの店長にね売り込みも成功したので、これはすごいね、いいね。はい、そんな感じでね、ホットラップさん来てくれれば買えるんじゃないでしょうか。はい、残った分はねヤフオクにでも出そうかと思いますんで、まあ興味がある方はねちょっとヤフオクでデンドラ対応アジャスタレンチ、その辺でね検索してくれれば出るようにするので、まあちょっと探してみてください。店長どう？これ早いね、これは便利やね。やった、これはすごいわ。はい、そんな感じでね、今回はね僕がちょっとお願いして作ってもらった便利ツールの紹介でした。じゃあホットラップ店長よろしくお願いします。あ、これはいいものがありますね。はい、興味がある方はね店長に言えば多分これを見せてくれるので、はい、ぜひご検討ください。これ便利で、ね、気持ちいいねこれ。やった、ありがとうございます。あ